はい、皆さんこんにちは、菅井高木です。いつもご覧いただき聞いていただきありがとうございます。ですね、私の独り言シリーズ、菅井高木の無意自然でとんでもない間違いが発覚っていうか、昨日の動画作ってる時に気づきまして、やらかしてしまいました。まあ無意自然という言葉でですね、無意の意の方ですね、意味の意の方でですね、ちょっとやってしまいまして、多大な、迷惑というか、誤解をちょっと招いて しまいました。でですね、YouTube の方のコンテンツとか、あの辺は直せるところは直しましたが、動画の方ではもうちょっと差し替える方とか、一から作り直すというのはちょっと、困難というか、多大な時間とかかかる関係でちょっと申し訳ございませんが、動画のタイトルの方では、ちょっとそのままということで、ちょっとなります。申し訳ございませんでした。やっぱり漢字変換で無意識でこう、気づかないうちに、違う文字に変換されていたということでね、いやなかなかあれはね、やっちゃった感が強いなと、自分も気をつけないといけません。はい、ということでね、以上になります。次からは、確認してやるようにします。またやらかしたらどうしましょうね。はい、ということで今日初めてちょっとあえて替え歌してやってみました。はい、後ろはですね、ちなみにみんな来たら、まあ、歩いたところですが、まあ、後ろ小田急線の高架ですね。先ほどは急線のロマンスカー通ってましたが、あとは用水路ターボと、まあ、駅からずっとこのような形でね、水田とか畑とかね、自然をね、身近に感じる場所もたくさんあります。なかなかエピナーもね、捨てたところではなく、これからもね、待ちます。まあ発展も大事ですけどね、やはりこう自然もね、さらにね、こう感じる発展っていうのかな、まあ残しつつべきものは残していってほしいなと思います。ということで、また次の動画、鉄道にするか、また一人ご掃除するかは、その時に決めます。ありがとうございました。あ、そうか、はい、こちらね。